ンジュー、私はベルサイユ宮殿から来たフランス人形バニラです。今日の企画は春のフランス人形風ピンクドールメイクをやっていきたいと思います。なので今はすっぴんになります。ということで化粧水を塗っていきたいと思います。ピンクメイクって普段結構私取り入れてると思うんですけど、なんかいつもと違うピンクメイクを今日はやっていこうかなと思います。こんな感じで、その後に軽くだけ乳液をつけようかな。ネイチャーリパブリックのアルガンオイルとかの入ってるやつですね。お肌に結構しっとり浸透してくれるので、私みたいな乾燥肌の人にはすごくおすすめです。そしてカラコン入ってる状態なんですけど、今日使ってるのはメガブラウンフラワー、こんな感じに入ってる、こういうやつです。一番最初に使うのが M って書いてるね、 M って書いてる、ミシャだ、ミシャ、クッションファンデーションプロカバーっていうやつ、こんなやつです。まあ、ミシャの製品は結構いろいろ新しいのが出たら買ったりとかして、でもこれも結構前かな、もうまた新しい製品は多分出てると思います。叩き塗り込む。で次に私がいつも使っているのはこのコンシーラーなんですけど、液体のコンシーラーで、ミシャのこんなタイプのやつなんですけど、アンダーアイブライトナーかな、軽い方とか選んでると思います。私はとりあえず全部色味が選べるものは明るいものを選んでいるので、アイライト入れたい部分に適当にトントンっていつも置いて塗り込んでいきます。この三角ゾーンって綺麗に見せることで全体の肌が綺麗に見えるそうです。まつ筋のハイライトの部分と、このほうれい線の影になりそうな部分と、顎のところだいたいこの辺にハイライトをつけてます。で次に、高いの使ってると思われてたのかわからないけど、意外となんかコスパのいい化粧品をいっぱい使ってますね。これも韓国のやつですね。韓国のものの私一番明るい色使うと結構肌の色合うので、なんか日本の製品のファンデーションとか本当に一番明るい色買ってもなんか自分の肌より暗くなっちゃうから、私は美白に作りたいのに、とりあえずこんな感じでベースの肌が完成しました。でここから影などをつけていきます。まずね、こういうブラシを使って、レブロンのパーフェクトリーナチュラルブラッシュ206番ですね。結構オレンジ味がちょっと強いから、本当はあまりこのオレンジ味はいらないんだけど、家に余ってるものがたくさんあるので、そういうのをねどんどん消費するのもいいと思います。ということで、この辺からとりあえずノーズシャドウに使えそうな茶色いアイブロウやアイシャドウ、そういうもので自分の肌に合うものをね、色をチョイスして使うのがいいと思います。まつ筋は最近幼くしたいっていうのがあって、こう全部に引くんじゃなくって、目と目の間ぐらいまでのとこと、まあ、鼻先この辺だけとかにしといて、こんな感じで描いてます。そしたら色を入れていこうかな。やっぱね、アイシャドウの時が一番楽しいかな。いろんな色を用意してました。パレットじゃなくてあえて単色で今日は攻めようかなと思います。これぐらいの筆を使ってます。これ多分エチュードハウスだったと、エチュードハウスって書いてる、かわいい薄ピンクのケースなんだけど、エアーマウスの、WD006 番と WD007 番、一個違いの番号、かなりキラキラが入ってるから可愛くなると思います。ピンクってなんかなぜか可愛く顔を仕上げてくれるのがいいですよね。人形ちゃんっぽくなりやすいかも。結構アイホール全体に伸ばしちゃっていいかもです。こんな感じかな。この違いがどう出るかわからないけど、006番も一応、こっちの方がゴールドのラメが強いから、このアイホールの黒目の上のとこ中心に塗ると立体感が出ていいかも。ついでに涙袋にも塗っちゃいます。こんな感じでちょっと薄くピンクに色づきました。そして WA004 番、さっきと同じアイシャドウの種類で、これを二重のラインとこら辺までうっすらのせていきます。で私はアイライナーで結構長めに横幅も描くのが好きなので、アイシャドウもちょっとはみ出して広めに外側に
塗っちゃいます。こんな感じです。あとはこういうちょっと細めの広くベタっとしてる筆、ちょっとピンク目の方にしようかな。これはエンジェルハートアイカラーズ21トロピカルピンク、春メイク、ピンクメイクなのでピンクを使いたいと思います。ダブルラインはいつもこの色は使ってないけど、今日はピンクを強調したいからここにも使います。なんかね、毎日同じメイクをやるっていうのが私は嫌いなので、ちょこちょこ変化をつけて進化しながら、こう新しい顔を見つけながら自分に似合うものをね探してます。あとねアイラインも乗せるからその分見えなくなっちゃうんで、ちょっと太めでいいと思います。ちょっとだけ描いといて、私がいつも使ってるこのビボシリーズ黒のアイライナーもちょっとだけ重ねてとぼかしを入れます。の方がね自然な目の大きさというか、描いてます感よりはちょっとぼかした方がいい感じになります。そしてワインレッドのねアイシャドウがすごいめっちゃ可愛いんです。目頭のとこも黒いアイライナーとちょっと重ねながら、これもグラデーションにしてる感じです。こんな感じで、で下のアイラインはとりあえずこのビボの茶色のやつで、ちょっとまつげより下目に。で最近の私の流行りは目尻をつなげない、割と平行に描いてます。ちょっと垂れ目っぽいかな。全部囲っちゃうとケバケバしくなりやすいから、抜けるとこを作ってあげてます。ちょっとだけ白も描いとこうかな。あと粘膜のとこも白目をね綺麗に見せるための裏技ですね。ということで割といい感じに全体がピンクになりました。では眉毛を描いていきます。眉毛もビボの、ペンシルを使ってます。私はもう下書きみたいに眉毛がアートメイクがあるので、最近すごい描きやすいです。今はちょっとぼかして指でこんな感じかな。そして次は眉毛が完成したので涙袋のとこを描いていきたいと思います。エクセルのアイシャドウを使ってます。茶色いやつですね。リッチシャドウ SR06 の一番濃いところの色、これを涙袋用のラインに使ってます。そして下のアイラインのとこが茶色いままなのが嫌なので、3番目に使ったピンクかな、 WA004 番を上から描いてみようと思います。やっぱラメが入ってる分ちょっと薄いのかな。このエンジェルハートのアイカラーズのレッドをもう一回上からやってみます。茶色と赤を混ぜてワインレッドのペンシルシャドウみたいな感じで今描いてます。いい感じに混ざりました。あとは最近私がやってるのは鼻のところにシャドウをのせるっていう感じで、今日はピンクメイクだからこの辺のピンクを使ってみます。あのコスプレメイクの人とかって結構この辺とか塗ってるから、ちょっとウサギちゃんメイクみたいな感じにしようかな。わかるかな。チュードハウスの名前がわからない涙袋に塗るやつ、ちょっと白っぽいラメっぽいやつ。まずこれを下地じゃないけど下目のところに書いて、ロム&これちょっと大粒な感じのラメが入っててめっちゃ可愛い。わかるかな。ちょっとわかる。あそうだ、チーク塗ってない。これもエチュードハウスのいちごちゃん春メイクにちょうどぴったりないちごちゃんがありました。結構濃いめのね赤なんだけど、もう塗ってぼかしてます。最近上の方に塗るのが好きかな。そしてエチュードハウスばっかだね気がついたら。シークレットビームパウダーパクト N02 番、これをしておくとこういうチークとかがねカバーされて取れづらくなるから。そして肌の色もワントーン明るくして、でマスカラをねちょっと塗ろうかな。まあ別にちょっとナチュラル目でいきたいなって時はマスカラは塗らないんだけど、バッチリ今日はドールメイクなので、塗っていきたいと思います。これは何使ってるんだろう。ドーリーウィンクを使ってます。こんな感じになりました。そしたらハイライトを塗りたいと思います。ハイライトはこちらラブライトハイライターブラインデッドバイザライト、これお友達に誕生日にもらってめちゃくちゃ使ってます。長く見えるというなんで、この辺にねここちょんちょんってして、この間には使いません。でこのさっきの目の下の三角ゾーンあたりと、で顎もちょっと唇の上とか眉毛の下のところとかハイライト
綺麗に乗せて、ズーシーってこれはなんか中国のコスメなんだけど、最近中国コスメもハマってて、 H08 番これがねちょっとピンク系のハイライトになります。ラメがね細かいのとちょっと大きいのがなんか何種類か入ってて可愛くなります。ただなんかこれ鼻先に乗せると私うまく綺麗につかないというか、ツルーンみたいな、肌ツルーンってします。あと最後にリップですね。これもエチュードハウスのディアダーリンティント、なんか水っぽい方のティントで、まずこれを先に塗って大体の唇の範囲を決めます。私はちょっとね上をオーバーリップにして全中短く見せたいと思って描いてます。グラデにしたいから、エチュードハウスカラフルビビットティント PK002 番をつけていきたいと思います。グラデ気味にしたいので私はガバってつけないで薄く唇の中心から指でグラデーションにする。これはラサスリップですね。塗ると唇が 1.5 倍になると言われている素敵なグロスです。これもラメが入ってるやつ使ってます。326番、これを塗って完成です。じゃーん、あ、もうちょっとラメ足していいかな。これもねちょっと中国のコスメのやつでザクザクなラメが何種類か入ってて、これをちょっとね足してみようかな。黒目の上の縦の筋にのせていくと私的にはすごいキラキラが可愛くて気に入ってます。見えるかな、こんな感じ。下は下でなんか違うのしようかな。ハートが入ってるこれにしようかな。見えるかな。ちょっと大きいラメをのせてみました。ここにね全部にのせちゃうと、まあ、アクセントにならないからちょんちょんって感じでのせてます。じゃん、着替えてきました。ピンクの、レース、しかもハートの形のレースのワンピースに着替えてきました。こちらはインポートのものになります。ドールっぽい幼い可愛いお人形ちゃんをイメージしてこのメイクに合わせた服を着てみました。こんな感じで春はお出かけしたいなということで、今回の動画がいいなと思った人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。